異常性発現直前の SCP-1242-JP。アイテム番号 SCP-1242-JP。オブジェクトクラスセーフ。特別収容プロトコル。SCP-1242-JP の運営元は財団フロント企業である、正解グループの子会社正解セントラルプライス、再建セントラルプライス。による買収を行い、カバーストーリー、長期的な改装工事に基づき一般人の立ち入りを封鎖します。万が一 SCP-1242-JP に関係する情報が一般人に流出した場合は該当する人物を拘束し、クラス A 記憶処理を適用して解放してください。SCP-1242-JP を用いた実験は、実験に使用する D クラス職員に通信可能な端末を装着させ、セキュリティクリアランスレベル3以上の担当職員の監視の上で行ってください。実験中は常に財団の所有する衛星等を用いて大気圏に突入する物体を観測し続けます。なお、宇宙空間で実験に使用した D クラス職員が発見された場合は原則として回収されません。説明、SCP-1242-JP は、県、市内に所在するショッピングモールに存在する、すべての個室トイレで不規則に発生する異常現象です。SCP-1242-JP と定義される異常現象は、該当する個室トイレに入室しようを足すことで発現します。以下この人物を、対象、と呼称。対象がこの条件をクリアした場合、閃光とともに瞬時にトイレの水道管内に取り込まれます。この際に財団による重力状態の測定の結果、異常性発現中のトイレの水道管内にて自由力場が過剰に集中していることが確認されました。しかし、この重力状態の異常は対象にのみ適用されるものであると推測され、トイレ本体、水道管、水などへの影響は現在まで観察されていません。対象がトイレに取り込まれると、SCP-1242-JP-1 と定義される空間上に転送します。この空間には映像で判別する限り、放送用のカメラ機材や装飾備品、演出用のクロマキーシートなど、番組のセットと思われる物品が多く存在することが見て取られます。対象はおよそその中心地点に転送し、転送から約1分程度が過ぎると、SCP-1242-JP-2 と定義される人物群が出現します。この SCP-1242-JP-2 群は、視界に該当する人物と観客とおぼしき人物で構成され、視界型の SCP-1242-JP-2 は対象に対してクイズに答えるかどうかを質問します。対象がクイズに答えると回答した場合、即座にクイズが開始されます。クイズが開始された場合、視界に該当する SCP-1242-JP-2 の背後に設置されたモニター上に問題が表示されます。判明しているクイズのクリアルールは以下のようなものとなっています。1分間で最低30問回答し、全問正解する。ヒントは3回まで。ヒント地ユーモザン時間は減少し続ける。不正が確認された場合はその場で失格。このことから、最低でも対象は1問につきおよそ2秒で答えなければならない計算となります。対象がクイズに答えないと回答する、1問でも不正解となる、あるいは不正行為が発覚するなどしてクリアに失敗した場合は、失格、であるとみなされ。対象は確認されているだけでもおよそ高度226-251km 範囲内の上空、大気圏上に転送されます。出題される問題のジャンルは問われませんが、多くの場合は対象はクリアすることができません。実際に、財団内で実行された実験ではクイズをクリアした例は確認されていません。クリアした場合はおよそ高度 350-400km 上空の宇宙空間に転送されます。なお、これらのクイズの結果に関わらずクイズが全て終了した場合は、対象が転送される際に、次回のヒント、と称される音声が記録されます。この音声は、次回の異常性発現時にクイズに出題される問題の回答の断片的な情報が含まれています。収容経緯記録2000年、月、日。市周辺での失踪事件の多発が確認されたことにより財団による近辺の調査を行いました。その際に現地の調査に赴いたエージェント、が内のトイレを利用したことで SCP-1242-JP-2
JP としての異常性が発現し、2分後、エージェントに装着されていた GPS 装置の発する信号がトイレの地点から 231km 上空の大気圏に移動していることが確認されました。これにより当該トイレをオブジェクトとして認定し、周辺関係者への記憶処理とカバーストーリーのルフを行い、SCP-1242-JP として現在の収容状態となりました。実験記録 1242-JP-1 日付20。対象 D-124201。実施方法 D-124201 を SCP-1242-JP-1 に転送させ、出題されるクイズを解かせる。結果30問中14問正答し、残りは時間切れのためクリアできず。D-124201 は大気圏上に転送され死亡。次回のヒントは、羊型ロボットたち、という内容が記録された。分析一般教養を持っている人間でも難しいレベルの問題が出題されていますね。次回からはヒントに基づいて実験します。この絵研究員。実験記録 1242-JP-2 日付20。対象 D-124202。実施方法 D-124202 を SCP-1242-JP-1 に転送させ、出題されるクイズを解かせる。D-124202 には、次回のヒント、で得られた情報をもとに問題を回答するよう指示。結果30問中13問正答し、残りは時間切れのためクリアできず。D-124202 は大気圏上に転送され死亡。次回のヒントは、文学と猫の関係、という内容が記録された。分析次回のヒントに記録される内容から回答を予測することで正答率を向上させることが可能なようです。この絵研究員。実験記録 1242-JP-3 日付20。対象 D-124203。実施方法 D-124203 を SCP-1242-JP-1 に転送させ、ヒントを使用する前提で出題されるクイズを解かせる。D-124203 には過去の問題の傾向から予測される回答と、次回のヒント。で得られた情報をもとに問題を回答するよう指示。結果30問中18問正答し、残りは時間切れのためクリアできず。D-124203 は大気圏上に転送され死亡。ヒントの内容は問題に直接関係しないものだった。なお、次回のヒントは、異世界への扉を開け、という内容が記録された。分析ヒントは示されているだけで使用しても時間が取られるだけのようです。なお、次回のヒントで予測される回答の傾向が徐々に判明しているように思われます。この絵研究員。実験記録 1242-JP-4 日付20。対象 D-124204。実施方法 D-124204 を SCP-1242-JP-1 に転送させ。クイズそのものを受けないと主張するよう指示する。結果主張後、SCP-1242-JP-2 はブーイングを示し、D-124204 を宇宙空間に強制的に転送した。D-124204 は大気圏に突入し死亡。次回のヒントは、生命、宇宙、そして万物についての究極の疑問の答え、という内容が記録された。分析 SCP-1242-JP-1に転送した時点でクイズを受けなければ生きては戻ることができないということでしょうか。この絵研究員。実験記録 1242-JP-5 日付20。対象 D-124205。実施方法 D-124205 を SCP-1242-JP-1 に転送させ、出題されるクイズを解かせる。なお、D-124205 には過去の問題の傾向から予測される回答と、次回のヒント、で得られた情報をもとに問題を回答するよう指示。結果全問正答。分析映像記録 1242-JP-5 参照。被験者 D-124205。記録者この絵研究員。不機 D-124205 には次回のヒント、生命、宇宙。そして万物についての究極の疑問の答え、から予測される回答として、42、を事前に全ての問題に対して回答するように指示しています。
SCP-1242-JP-1 に転送するまでの部分は省略。P-1242-05。ここがそれか。ここはあれか。テレビのスタジオか何かか。にしても暗くて目に優しくないな。宇宙みたいなのが目の前に見えるだけだ。一部省略。P-1242-05。なんかあたりが明るくなってきたような。SCP-1242-JP-2 さあ今日もやってまいりました。すべて解けたら宇宙旅行、クイズ 1MIN の時間です。多数の SCP-1242-JP-2 による拍手。P-1242-05。わ、なんだお前ら、そっちのあんたは司会か？てか突然現れるなよ。SCP-1242-JP-2 おっと、すみません。私は司会のひひたにと申します。本日はクイズ 1MIN にご参加いただきありがとうございます。P-1242-05。クイ、なんだそれ？ SCP-1242-JP-2 では早速ですが、あなたは今から1分間で30問の回答をする簡単なクイズに答えていただきます。よろしいですか？ P-1242-05。クイズだな、よし。やってやろうじゃないか。SCP-1242-JP-2SCP-1242-JP-2 元気の良い返答ありがとうございます。ではルールの説明をいたします。ルール説明は省略。P-1242-05。よし、全問正答やるぞ。SCP-1242-JP-2 その気合、とっても良いですね。それでは始めます。1分間でどこまでいけるか。3、2、1。クイズ開始の合図のチャイム。モニター。千手観音像の一般的な手の本数は ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。体温計で測定可能な温度上限は ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。ビル、クリントンは何代目 ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。静岡県中部の郵便番号の最初二桁は P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。で。P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。モリデブンの原子番号。P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。ルイス・キャロル氏が特に愛していたと言われる数字は ?P-1242-05-42。正解のチャイム。問題を省略。モニター。メタ公分変数に使用される数字は ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。6×9 の13進法は ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。超重力理論における素粒子の数は ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。君はこのクイズの何番目の出演者かな ?P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。オリオン大星雲テイム。P-1242-05-42。正解のチャイム。モニター。フランスのコンピュータープログラミングを学ぶ学校。P-1242-05-42。正解のチャイム。SCP-1242-JP-2 すごいですね。残りまだ25秒はありますよ。では最後の問題です。モニター。1のべき根に関する次の等式の特別な場合として N イコール2と指定した場合の等式を述べよ。P-1242-05-4G。いや、ちょっと待ってくれ。SCP-1242-JP-2 ヒントですか？いいですよ。P-1242-05。いや、そうじゃない。これは、これは、あ、そうだ。P-1242-05。EIπ イコール、1オイラーの公式だ。短い沈黙。SCP-1242-JP-2、正解です。おめでとうございます。参加者さん、あなたはこのクイズをクリアした史上初の参加者です。P-1242-05。え、マジか？やったぞよっしゃ。うおー、マジか。SCP-1242-JP-2に最後の問題はどうやって解いたんですか？参考までにお聞きしておきたいですね。P-1242-05。ああ、
あれはまあ、数学を趣味にしてたからかもしれないな。SCP-1242-JP に素晴らしい、その日々のコツコツとした積み重ねが、最後の引っ掛けを打ち破ったんですね。久々に私も感動してしまいました。それでは、豪華記念に宇宙旅行をプレゼントします。ありがとうございました参加者さん。では皆さん、彼に盛大な拍手を。多数の SCP-1242-JP2 による拍手。D-124205 宇宙利用効果、どんな感じなのか楽しみだな。終了報告書 D-124205 はこの後、SCP-1242-JP1 に存在するガラス製の窓と思われる場所から宇宙空間に放出されました。GPS 装置の信号などでの観測の結果、D-124205 は不明な地点から約高度 364km 上空の宇宙空間に転送されており、それと同時にデータの送受信が復帰しました。その際、D-124205 は宇宙服を身につけていないにもかかわらず生存が確認され、宇宙はこんなにも広いし、地球ってこんなに青くて綺麗なんだな、と返答しています。なお、D-124205 は回収する方法を確立する前に地球による重力に引き寄せられ、大気圏に突入しました。